本当に志を持った、金のためじゃなくて国益のために、国民の生活のために、政治をやる人間がお金がなくても政治の世界に出ていける、そういう社会に、そういう国に戻していかなきゃいけないというふうに思っています。しかし思うだけじゃ変わらないんです。誰かがやってみないといけないと。だから私は自分が実験台になりましょうと。じゃあ私がやりますよと。いやいや、私がね、自分でやりたいってわけじゃないですよ。やれって言われたんですよ。怖いね、有本さんってね、皆さんご存知かわかんない、有本香里さんってね、怖い人がおるんです。でこれなんか配信とかされてると後で使って怒られるんですけども、まあね、それと有本さんと百田直樹という、これはもう平成のベストセラー作家ですよ。もう本を何百万冊と言って荒稼ぎしてきた、このね、百田直樹さんに、今ね、日本を立て直さないと、日本の政治を変えないと、これもう日本目指したになると、っていうかもうなりかかってんじゃないかと、そういう話の中で、政党を作りましょうと、日本保守党を作りましょうと、お二人が立ち上がったと、私、応援してましたよ。やれやれっていうふうに言って、やったら面白いじゃんっていうふうに言って、応援してましたと。ところがですよ、ある時、急に、応援者でいられなくなったんですね。お前がやれと。お前が最初に出てやれというふうに言われたと。だから私はもうその時にですよ、もう単に応援してるだけではもうダメだというふうに、こう、もう決心したわけですよ。誰かがやんないと。私もね、政治変わらなきゃいけないと思ってましたけど、思ってるだけじゃ変わらないでしょうって、確かにその通りなんですよ。誰かやんなきゃいけないと。ならもう私って言うんだったらもう私がやりましょうと。そういうふうにお引き受けして、今ここにいると。だからですよ、私はもうこの場に立って、もう今日も風が強いですよ。私は向かい風しかないですよ。誰も私のことをフォローしてくれないですよ。もう向かい風だらけですよ。こんな状況で、もうすごく大変ですけれども、でも、まあ、私がやりましょうと。力はないですよ。力及ばずですよ。でも、ここで誰かがやってみると。まずはね、お金をかけない選挙というのをやってみましょうと。組織がない中で選挙やったらどうなるのか、まあやってみようじゃないですかと。バカにされますよ。お前たちは何？お前たちネットの中の集団だろうと。ネトウヨだろうというふうに、バカにされてますよ。わかんないですよ。やってみようじゃないですかと。そういう話ですよ。で、私たちが、こうやって街に出て、お金のない中、街頭演説をやってみると。そして、まともな政策を掲げると。まともな政策っていうのは簡単ですよ。日本の国益になるような政策をしましょうと。日本の社会をね、破壊して混乱させるような LGBT 法案みたいな、ああいう法はもうなくなりまし、なくしましょうと。あるいは、日本のガソリン車を廃止して、電気自動車をね、買った人に補助金を百何十万も与えるような、そういう愚策ですよ。そんな政策はね、変えればいいんです。制度というのは、法律というのは、一回作ったら終わりじゃないんです。変えられるんですよ。はっきり言って電気自動車なんて、オワコンですよ。皆さん、新聞よく読んでる方、ご存知でしょう。アメリカでも、ヨーロッパでも、これも電気自動車オワコンだということになってるんですよ。だから日本も変えればいいんですよ、政策を。でもね、今の自民党政権に任せたら変わんないんですよ。あの人たち、残念ながら頭いいってことになってるんですけど、世界の潮流に乗り遅れてるんですよ。分かってないんです。電気自動車もしっかり、移民政策もしっかり。移民政策、ヨーロッパで大失敗したこと、日本はですよ。今30年遅れて猛スピードでその間違えた道に向かって突き進もうとしてるんですよ。あの人たち残念ながらですよ、何東大出た官僚だった知らんすよ。頭がいいふうにしてるけど、やってること見てください。バカそのものですよ。どう考えてもバカ。ありがとうございます。だからああいう何テストやったら勉強できるのかもしれない、でも国際情勢全く分かんない。
世の趨勢全く見えていない、ああいう愚かな人たちはもうね、政治の場から、ね、退散してもらった方がいいんです。それでお金がないけれども普通のまともな政策を掲げている私たちのような人間が政治をやったら、多分日本は多分じゃないですよ、日本は絶対にまた再生して豊かな国になると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ですから江東区の皆さん、江東区というのは政治に関しては結構残念な区です。江東区から東京15区から選出された大議士2代続けて金の問題で逮捕起訴されました。こんな区はなかなかないですよ。皆さんの周りで、あるいは皆さんが逮捕起訴されて、この間そのうちの一人に懲役2年執行猶予の5年の判決が下されました。すごいですよ、これなかなかの重罪ですよ。これを普通の人がやったんじゃない。東京15区の皆さんから7万票以上の票を獲得した大議士が懲役2年の刑を食らうような、そんなとんでもないことをやったんですよ。これも全部お金の問題ですよ。あの人はお金で選挙を冒涜したんですよ、はっきり言って。こんな人たちが政治を今までやってきた。自民党の裏金問題もそうですよ。あの人たち、私たちは清廉潔白の人間です。何ですか、白い手袋はめて自分たちの清廉潔白の証明として白い手袋をはめて、ありがとうございます、ビシッとした高いオーダーされたスーツを着て、私たちちゃんとしてますみたいな、東大行きましたみたいな、いや岸田さんは東大すら行けなかったと、そういう人たちですよ。そういう人たち一体何やってるんですか。パーティーやって裏金作って、その裏金をいかがわしいことに使って、そうでありながら、いや裏金はちゃんと政治的な目的に使ってんですとか言って、だから納税しませんとか言って開き直ってるような人たちですよ。あんな人たちがまともな政治できるわけないじゃないですか。私たちの国の代表首相岸田文雄ですよ。外国に行ったらあの人が日本の顔だということになってるんですよ。あんな人がですよ。私たちはね、私はですよ、個人的に、まあこれは個人の意見ですけど、あんな人が我が国の代表として外国に出ていっていることが恥ずかしくてならないです、はっきり言って。ありがとうございます。しかし、ありがとうございます。しかしですよ、自民党が選んでるんですよ、あの人を首相にね。自民党が選んでるんです。だったらもう自民党自体もうね、なくなってもらうしかないんですよ。再生無理ですよ、はっきり言って。だって再生する気なんてないじゃないですか。あの人たちセキュリティクリアランス法っていうのを作ろうとしてるわけですよ。でそれ何かっていうと、国の国家の重要な問題をね、取り扱う人はこれこれこういう条件を満たしてる人じゃないと国家の重要なね、機密事項を扱えないようにしようという、そういう法案ですよ。ところがその法を作ってるふりをしながら、法を作りながらすでにその方がザルなんですよ。どうザルかというと、まず大臣、副大臣、政務官、これはセキュリティクリアランスの対象外にしてるんですよ。意味が分かんないですよね。その人たちこそまさにそのセキュリティクリアランスをね、ちゃんと通過した人じゃないといけないはずなんですよ。ところが偉い人はその条件満たさなくて意味がわからないと。皆さん知ってますか、そういった政務官とか副大臣とかになっている人たちの中には自分の秘書に、外国人を自分の秘書にしている人がいるんですよ。でその秘書がその某国ですよ、某中国は知ってます、皆さん、日本に警察を持ってるんですよ。日本の国内に某国の警察がある意味わかんないですよね。しかもその某国の警察と非常に深く関わっている女を某政治家は自分の人にしてるんですよ。でその人に官邸に出入りできるパスを与えて、その某国の警察拠点と深い関わり合いのある某国人が日本の官邸の中枢に出入りしてるんですよ。
おはようございます。こういう人たちをね、制限できないで何がセキュリティクリアランスですかと、馬鹿にしちゃいけませんよと、こうやってね、日本国民はね、欺いてるんですよ。私たちは保守ですとか、ね、私たちちゃんとしてますとか、ね、私セキュリティもこれがちゃんとありますとか、ね、言っといて、端から端から全部嘘なんですよ、全部ザルなんですよ。こういう人たちに日本の政治任せておけるわけがないんです。ですから私たち弱小ですよ。フォーマットだって笑われてますよ。メディア扱わないですよ、フォーマットだからね。でも私たちのような普通の感覚を持っている人間が政治をやった方がまだマシなんじゃないでしょうかというふうに私は申し上げているんです。ありがとうございます、ありがとうございます。ですから高トップの皆さん、ぜひ私たち日本保守党をよろしくお願いします。ありがとうございます。